ダラ島は、東松浦半島最北端の鳩岬から約4キロメートル北の、玄界灘にある島である。佐賀県唐津市に属し、大技は、唐津市鎮税町下唐島。2009年に、くだ武舟王聖誕の伝承で、島の宝 100K に選出された。南北に細長い島で、島の北端の絵のよう花は、佐賀県の最北端である。 西の約1キロメートル先には松島、東の約3キロメートル沖には小川島がある。約255万年前に噴火した丹性火山によって形成されたと推定されており、島全域が粗面岩質の溶岩流によって構成されている。島の南西部にかか島漁港があり、民家が集中して学校や保育園もある。北東部には 大泊漁港がある。かつて、犬が島内にある、八坂神社の怒りに触れたという言い伝えがあり、犬を飼うことは、タブーとされており、犬が見つかった時には、島内総出で犬狩りが行われたほどであった。だが、この真相については何一つわかっておらず、すべて謎のままとなっている。北部九州各地に多く見られる、神宮皇后に関する伝承が残るうちの一つで、 解任していた神宮皇后が島で着体の指揮を挙げたというものがある。島の西岸には帯屋の裏という地名があり、この帯屋は帯祝いがなまったものされている。日本書紀などにクダラが日本に派遣した死者団にブネ王の母親がいて立ち寄った宝島で産んだと記されており、クダラのブネ王が生誕した島として知られている。 津島の宗師が江戸への参勤交代の公開中、暴風雨で遭難し背に漂着しているのを島民が発見した。風雨土塔の中に船を出し殿様を助けることができた。宗師は島民に刀や感謝状を送り、胸の背を名乗ることを許した。その背は対混ぜと呼ばれている。漁業が主な産業だったが、燃油費の高騰や漁価の低下により、 漁業が衰退し、人口は減少し、高齢化が進んでいる。また、イノシシの増加も問題となっており、農作物が食い荒らされるほか、イノシシが餌を探すために土を掘り起こした結果土砂、崩れや落石につながるといった被害も起きている。もともとかから島には、イノシシはいなかったが、2000年頃に、本土から泳いで渡ってきたイノシシが繁殖した結果、 イノシシの数は300頭以上に膨れ上がっている。高齢化により、島民自身による駆除が困難になっているほか、観光客や釣り人への配慮から猟銃による駆除ができず、箱穴しか使えないため、イノシシの増加が進んでいる。一本釣り漁業が主産業。ほか、日本初期にも、椿の島と記されるほど島中に自生するヤブキを加工した椿油を、 化粧品原料として出荷している。唐津市の予ぶ国王から定期船が就航している。1日4往復、所要時間は約20分。ありがとうございます。